はい、どうも皆様こんにちは、ティーでございます。ティーでございます。はい、本日ですけれども、普段僕がどういった形のお料理を作っているかなということをぜひね、表現して見ていただければなというような形で思っております。今はね、2020年の8月でございますので、まあ、8月の献立の中の前菜盛り合わせ、ちょっとやってまいります。動画の方、ご視聴していただければなというふうに思っております。とりあえずそれではじゃあ、初盛り、やってまいりますので、ご視聴よろしくお願いいたします。はい、それではね、夏の前菜盛り合わせいきます。まあ僕のね、前菜盛り合わせの中でいつも基準としているのが、まあ煮たり焼いたり揚げたり蒸したりっていう、まあその五味五法をですね、いろいろと駆使した上のものをですね、一つの器にまとめる。で、その中で旬な食材を使用して、まあ様々な仕上げ方にしていくっていうような感じですね。まあ、うちのお店の場合は煮方、揚げ方、焼き方が一人で回すって形なので、で、脇板と板と、まあ調理3人、あとまあフロアさんで分けていつも営業しております。まあカウンター10席のと個室1席だけの可愛いちっちゃいお店なんでね、まあそのぐらいで十分かと。はい。じゃ早速やってまいります。まあ8月なんでね、今月はガラスのこういう涼しい器に、持っていくんですけれども、まあ、季節の開式などで、もうしっかりと利用してですね、まあこれね、誰かに教わって盛り付けを覚えたというよりも自分の感性でね、本当やってることが多いんで、まあそれをなんか良しと思ってくれるかどうなのかっていうのはもう本当にお客様次第な形になってしまうとは思うんですけれども、自分を信じてやるっていう、ね、感じですかね。なんか例えばこういう葉っぱ、これ全部買ってるんですけれども、こういう葉っぱでもこういう風に4つで出てくるやつとか、こうやってなんか6つで区切られてるものとか、なんかその時々によってね、全然こう違うんですよね。あと産地によってもね、葉のこの葉脈の感じとかも違くて、だからなんかその中でいいなって思うものを、なんか僕好きだなと思うものを結構使います。で、まあもちろん台盛りっていうのが重要なので、土台を1回まず決めますね。なんか多分今これが良かった。今月はね、浸し物、お浸しは絶対毎月入れるんですけれども、浸し物は今月は豆にしております。蔵掛け豆って言って、まあ、青大豆の中の一種なんですけれども、それを水で戻して、で戻し汁ベースに浸し地を作っていくというような感じで作り上げていく。すごく甘くてね、あの美味しいし、だし自体にもしっかりと豆の旨味成分がしっかり溶け出ているので、それを全て召し上がっていただくというような感じですね。で、今月の台はこの蔵掛け豆とですね、あともう一つ、今ハモが旬ですから、ハモのお寿司、焼きハモのお寿司ですね。で、これハモはあのハモの骨とアラから出汁を引いて、それをベースに、ザラメと濃い口とたまりとみりんと酒で、煮詰めを作っているものですね。で、まず一回焼いて、あったかいうちにしっかりともうお寿司にすると。で、なんかハモってほら結構梅肉使ったりだとかするじゃないですか。なので梅と大葉とごまを効かせたシャリになってます。で、それをつけてこんな感じで、で香りでちょっと煮詰めを、でそれから木の芽をちょんとあしらいます。で、その次に高さとか形とかが面白くないと、やっぱりなんか盛り付けて、なんか綺麗っていうか、まあ決まらないというか、これ今回はね、3つ串にしてるんですけども、奥からですね、こちらが水なす、焼き水なすの浸しとですね、真ん中が赤こんにゃく、近江こんにゃく、これはね、近江こんにゃくは和牛の牛脂が、うち牛肉も使うので、その牛脂で油を取って、でその油に蹴っ飛ばすと炒めるとですね、炒めて、牛のうまみを乗せて、でそこにかつおだしを入れた焼き浸しですね。で最後もろきゅう、今旬なのでもろきゅうをこちら1回塩で殺してわさび漬けにしたものですね。で真ん中にこのような感じで、では焼き物と揚げ物ください。でこんな感じで裏から回ってくるんですけれども、今回はなんか
お料理を作るときに僕結構大事にしているのが、提案のお料理とオーソドックスなお料理とこういうのをちゃんとこう一つの器の中にいろいろと紛れ込ますことによって、お客様には飽きのこないような形で仕上げさせていただいています。これタルタルソースなんですけれども、これ新生姜をね使ったタルタルソースにして、今旬なんで、でこれパンでアジを巻いて中にキャベツと巻き込んだアジフライ、アジフライは一つの、これを食べればアジフライになるって、でもっと香りで黒胡椒、でまたもう一つ焼き芋の、これもちょっと提案系のお料理になるんですけれども、淡くっていうあの風があるんですが、それの田楽焼きっていうのはもうオーソドックスな定番の料理であって、日本料理であって、でそれに、その田楽味噌の上にチーズをスライスチーズを乗せて、熱々の状態でチーズ焼きにしていて、でそのそこに合わせるために田楽味噌の中にも細かく叩いたくるみも混ぜた田楽味噌になってます。で最後8月なのでほおずきですね。でほおずきの中のトマト、こちらはトマトですね、こちらを三つ煮にしているんですけれども、まあ、普段ね大体オーソドックスに、まあ、4分の1蜜とか砂糖と水の4分の1蜜とか大体そのくらいとか、まあ、5:1 とかその時によって変えると思うんですが、まあ、今回は僕はあのフレッシュでやりたくて、フレッシュでっていうのはどういうことかっていうと、果物ですね、今ちょうどパッションフルーツが旬なのでパッションフルーツで甘さを取り、それで蜜煮にしています。果物の蜜を使ってっていうのもいいですよね。であとは最後にもみじだとこをちょこっとこうあしらって、この感覚がね大事だ。ほらもみじってこの裏のはめく、これ見えますか、この辺が綺麗でしょ。でこのシュッシュってやったのがこれ霧吹きで水をつけたんですが、すごいなんかみずみずしさが出ますよね。和食ならではなこうちょっとしたこだわりで、器にも少しだけ霧吹きをつけて、まあ、こっちが正面ですよっていう、ホールスタッフの方々に、とお客様に正面が分かるように伝えさせていただくというような感じで、まあ、今月はこんな形で、作り上げて台をしっかり決めて、温かいものから先に召し上がっていただくと、で、最後にほおずきの中のトマトを召し上がって口の中をきれいに洗い流して次の お料理に、行くというような感じのお料理を今月はやってます。はい、というわけでね、今月の献立の1種類、まあ、ハス盛り、前菜盛り合わせですね、夏の盛り合わせを作らせていただきました。まあ、あくまでも私なりなお料理のスタンスで考えさせていただいてますので、まあ、いろいろとね、いろんなご意見あると思うんですが、まあ、ぜひね、応援する気持ちでコメントいただけると幸いでございます。久しぶりに、今回は次のね、実は、まあ、店舗だとか業態だとかっていうところで、グループ店の中で店長やってた仲間が実は、まあ、独立を今度するとか、他の会社に転職される方、仲間がいたりだとか、まあ、結構それもね、トップレベルというか中堅クラスよりもやや上ぐらいの仲間がね、新しいことを始めるっていうんで、まあ、それぜひね、僕はね、もう応援したいというふうな思いと、まあ、こんな時ってあんまりないのよ、いまだかつて。で、今回は大募集しようかな。ぜひね、中途の中でトップで一緒にやっていきたいとか、まあ、2番と3番でガチで投影していきたいっていうような感じの方々と一緒になんか築き上げていきたいなっていうふうな思いのためにこの動画を撮っております。まあ、これね、グルメキャリーさんの今回、求人募集を出させていただいてるんですけれども、そこのなんか上の帯でこの動画を使っていただけるということなんで、ね、グルメキャリーさん本当にご協力ありがとうございます。はい、全部で6店舗やってるんですけれども、カツオのわら焼きとお肉の炭火焼きっていう業態だとか、和食日本料理屋っていうような感じの敷居の中でやってるお店だとか、寿司屋であったりだとか、お魚に思いっきりこだわるっていうお店だったりだとか、まあ、もっとリーズナブルに和食を勉強して召し上がってもらいたいっていうお店だったりとか、まあ、お寿司と天ぷらっていう業態だったり、まあ、いろいろとやらせてもらっているんですけれども、寿司を勉強もできるし和食もしっかり勉強できるっていうことを今後も大事にしていこうと思っていて、なんか和食のお店に1年半お魚をいっぱいおろしたい、いっぱい
ぱいおろす店舗もあるので、お魚いっぱい勉強したいっていう方は、まあ、こっちの店舗でいいかなって。じゃあそこで1年半勉強して、もう1年半は寿司屋で勉強するってなると、どっちの仕事もできるようになると。でその中でしっかりとおにぎりの練習であったりだとか、食材に対するお魚に対する考え方だとかっていうことだとかも、なんかいろいろと勉強になるんじゃないかなというふうに思っております。概要欄にいろいろとその求人の案内とかも貼っておきますので、まあ、ぜひね、ご覧になっていただいて、自分でやってみたいと。だから今回ポストが開くってことはすごくね、なんならりんたろーはまあちょっともうあと 1、2年は僕のとこでこう頑張ってやってもらいたいなと思ってるんですけど、まあ、その中で、次じゃあどっか行くときには、まあ、ナンバー2とかトップとかもそういうふうなレベルで、まあ、どんどんみんなにね、お料理を楽しくなるところまで頑張ってもらいたいな。みんなやったらこれ料理人さんと思って入ったらさ、料理やらせてもらえるまでに辛くてやめちゃうことが多い。これ大体なんですよ。でまあまあ僕の場合はなんかその辺の考え方の中では、なるべく早く落とし込み早く、どん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 楽しいことやっていっていただきたいって思ってます。まあでもね、べしゃりもそうですし、お料理に関する熱い思いとか、食材に対する心配りだとか、仲間に対するコミュニケーション信頼関係とか、大切なお客様との付き合いとか、すべてね、我々の飲食だからこそできるということがありますんで、まあ、そのあたりを込めて一緒にやりたいっていうね、志の方がいいよね。はい、なんでまあまあこれからの新卒の方もそうですし、中途の方もそうですけれども、まあ、本当に、ね、熱い気持ちを持った方は大募集というわけで、ぜひ志の高いお待ちしております。ご連絡、僕が全部社員の方の面接は私がやります。はい、皆さんの人生をかけて一緒に頑張っていければと思います。ありがとうございました。